这是从江户年代就保存到现在的茅草屋，距今已经有200多年的历史。观众朋友大家好，我是陈雅玲，我现在所在的位置是在日本京都的美山町。尽管这里已经成了文化资产保留地，而且非常有特色，也都有观光客来到这边玩，但其实它位处偏乡，也曾经面临到人口外流的情况。那么到底他们是怎么翻转自己的命运的呢？今天我就要带大家在日本来一趟非常深度的日本地方创生之旅。虫鸣鸟叫，声声入耳，景致美不胜收的美山町，最让我着迷的是空气中这股遗世独立的静谧气息。这里被称之为茅草屋之乡，每一间房子都有将近200年的历史。屋根は4面あります。で、その上に木の棒が5つ並んで、チギと言います。それがとても特徴的ですね。那为什么要用这个形状？冬になると雪がとっても多く降る地域なので、雪が滑り落ちるようにすごく急な斜面になっています。これがですね、50年ぐらい前のかやぶきの里の写真で、アメリカのカメラマンの方が撮った写真です。これが毎年2回ある一斉放水の日の写真です。由于茅草易燃，消防演习很重要，居民用心呵护的是距今百年却历久弥新的生活形态。ここがいろりと言って、みんなここにご飯並べて朝ご飯を食べます。これは冬天的时候很冷。そうですね。冬はすごく寒いので、こういうふうにいろりを置いて温まっています。流逝的旧时光恍如昨日，距离京都近2个小时车程的这个农业小镇，人口只有5000多人，但居民引以为豪的传统趣致生活，近5、6年来吸引京都著名的遗住茅草屋一房难求。おいしいね。うん。エビとハマチ。エビとハマチ。ハマチ。はい。那我们今天有丰盛的一餐可以吃了，这是农家的第一餐。今天我们特别到乡下来体验一下农村生活，所以住在这样的一个农家民宿里面别有风情。然后呢，这是我们的晚餐，哇，很丰盛哎。所以有些什么？哎，这个是干贝炒甜豆，干贝炒甜豆都是这里在地的。对对。好，开动。开民宿兼务农，这种简朴的生活方式在林部被称之为半农半 X。 简单的说，就是居民在种米种菜维持生活所需之余，还能够一边从事发挥天赋特长的工作，在生活与梦想之间找到平衡点。半农半 X 的移居者还有谁呢？现在要来拜访一位是从东京来到这边已经8年的年轻人。那他的 X 是什么呢？是音乐。妈妈，你走。妈妈，你走吧。我们一定会在某一天相遇。妈妈。家的台湾鸡鸭肉，家的豆丁鸡乖咯，さよなら免哥哥，但你的也在胸口。呀，
家在台湾这条路跟你到底很快乐哇，所以你当时为什么会去台湾呢？震災が起きた後に宮城県にそのボランティアに3ヶ月ぐらい行ってたんですね、キャンプしながら。その時にその人間の脆さというか、その自然の大きさっていうか、なんかいつ死ぬか分かんないんだっていうのを感じて、でやりたいことってなんだっけなって考えるきっかけにもなったんですよね。这场改变日本 DNA 的 9.0 强震也撼动了结田的人生观。当时才34岁的他辞了在东京食品厂的稳定工作，想用心看看这个世界。有感于台湾人帮助日本，他来到这个温暖的国家。 Facebook でロンサンスをスタートしますって言って募集したんですよ。そしたら15人集まって、そのメンバーでやっぱりその歩くと自転車でも自転車とも車とも電車とも違うその遅さがそのいろんななんか奇跡が出会いがあったり匂いがしたりなんか感じることができるんで。所以你也结交了不少的原住民的朋友，他会唱原住民的歌，来我们秀一段吧。哦嗨呀，嘿哟咿呀，哦嗨呀，哈呜啊呀。结田不只认识了台湾，也重新认识了自己。结束旅程，回到日本，他来到林部，决定过简单的生活。顶着烈日，结田赤脚入田，弯腰除草。从小就热爱音乐，却一直没勇气追梦。现在重拾吉他，找回自我。最近は、まああんまり遠出はしないんですけど、年に1回は上海か韓国か、台湾も3年前に行ったんですけど、あとは近所のその会社の新年会とかそういう。宴会とかに呼んでもらうことがあって歌ったりします。从结田闪闪发亮的眼神里，我看到人生最原始却真实的幸福。而这个梦想的起点来自于这位作家。你在33岁的时候为什么要回来？で、まあその言葉なんですけども、まあ私たちは何を残して死んでいくかっていう言葉です。我很好奇，最早的时候怎么会想到半农半 X 这样的一个 idea？ まあでもあの 100% 農業だけっていうのは自信がありません。でも 0% もまずいかなと思いました。0でもなく 100でもないこの間が半農。那我可以请教他的农在做什么吗？そうですね、田んぼとですね、まあそういう意味で畑は普通です。まああの普通の野菜を作ってますけども。今ちょうど田んぼもですね、あの穂が出た頃であります。今で、あの週3日だけ大学で授業とかゼミをやっています。我是不是也可以来做这个试验啊？我来做一下试验，我的 X 有什么 ？J 就是记者有吗 ？Journalist。兴趣用哪一个 ？H hobby 对 ，hobby H Trevor music painting。按照英文字母 A 到 Z 的单字排序，逐一填入属于我自己的 X。B 就是 Born， 代表我在台南出生。H 点出我的兴趣是画画。I 就是 Information 资讯。N 是 News 新闻。Journalist 是记者。而 T 是我的老本行 Teacher 老师。哇，我的 X 好像也不少哎，感觉像是重新解剖认识了自己。例えば10歳の時にですね、僕は10歳の時にあの僕の母が、母親が亡くなりました。母の年齢はあの42歳でした。で、僕のあの20代30代のテーマは、まあ42歳で死んでもいい人生というのを考えるようになりました。寻找自我成为林部人创生的动力。在日本，像这样力挽人口流失的偏乡新创故事，一个接着一个。
我现在在伊根町，这里是日本海，只是呢它是海湾中的海湾，所以看起来显得特别的宁静，好像是在湖边一样。重点是这里的传统粥屋，它已经是从江户时代中期就保存到现在，日本其他地区都已经绝迹了，所以在2005年的时候，日本政府特别把它列为传统重要建造屋群的保存地区。在这儿，家家户户的一楼室内都停着自家的渔船，从远处望去，所有的房子都紧贴海面。要出海捕鱼，只要渔船驶出，推下板子，人跳上船就能开工。这就是海上的粥屋生活。はい、これがこんな魚がたくさんもんどりに入ったお魚とかカゴですね、もんどりカゴっていうのが沖に沈めてあります。いろんなお魚が入ってます。これを刺身にします。做刺身。はい。夕方ね、何にもない時はこっから揚げて主人は刺身にします。那这艘船是做什么用的？この船は何を？これは漁に、魚釣りに行ったり、もんどりかご揚げに行ったり、それからまあ息子も乗りますので、はい、自分の孫を連れてね、魚釣りに行くのはこの船。一楼作为停泊船只和船只作业的空间，那人民生活在哪里呢？就是在二楼。我们现在来到二楼的空间，哇，非常传统的日式建筑，这边依山傍水的，一定有非常好的 view。 哇，你看，果不如其然，您可以看到整个海湾非常的平静无波，那这边呢一定有无敌的 view， 来看一下。哇，230栋的古老的船屋连在一起，在这边真的非常有特色。传统的粥屋与水共生，沿着伊根湾绵延5公里，绝美景致媲美威尼斯的水上风情。更难能可贵的是，居民依赖渔业为生的传统模式，至今未曾改变。您可以看到呢，船已经进港了。那么他们从清晨的4:45就已经外出到外海那边，有3个大型的定制网去捕捞这些渔获。那么现在呢，正式的进港，目前的时间才上午的6:30而已。那么现在就开始忙了，所有的人呢，准备要来看他们喜欢的鱼，要赶快买回市场。可以看到这边的渔获呢，非常非常的新鲜。不同大小的渔获在第一道关卡先透过大型机具的孔洞分流，第二关再用人力分门别类，方便计价。一大清早的伊根町渔获码头人声鼎沸的，因为熊七耶龙底家。サバ、サバです。これイカね、イカです。これはトビウオ。这个是那个飞鱼。这里每天都吃新鲜的鱼吗？そうですね。对，每天都吃，吃了一辈子了。光听就让我好羡慕，伊根町的渔村生活慢活恬淡，而且还不止于此哦。走，跟着我们去深度体会。我们现在是要钓这个像鱼皮钩，好，我们等一下要准备要钓土家鱼。好，放下去。好，压压的开关，压。OK， 好，放掉。好，有没有看到？真的，真的，好大只哦！哦，水哦！哇，水哦！哦，好水哦！我要去哪里？哇，我应该去哪里啊？哇哦！活跳跳的鲜鱼上钩，真的吓坏了我这个都起怂。满满的一整桶，证明这里的渔村生态依然丰富完整。夕阳余晖中，满载而归。其实在日本这样的海湾非常的多，那如果在这样的海湾里面做好的保育跟资源上的管理，其实周边的渔村依赖着这样的海湾生活，其实是很有趣而且是很稳定。小渔村的狭窄巷弄里飘散浓郁的原始生活气息，一般外车非请勿入，
游客进出也严格规定垃圾不落地。这个人口仅仅2100人的小渔村，每年涌入32万游客，观光收益高达6亿，但渔产收入也有12亿。居民自主保存传统，也能够自给自足。不变是一种创生，改变也可以是另一个契机。看到东方白冠鸟飞过稻田间，这是一件多么不容易的事，因为在1971年，全日本最后一只野生的白冠鸟就灭绝在这个凤冈市，在它体内还验出了超标8万倍的农药，这让当地人非常的痛心，因此决定重生。水田里白冠鸟与水牛共生，曾经是1971年前凤冈最美丽的风景，但是当时的农夫为求量产，大肆使用农药，导致作物与水质农药都严重超标。白冠鸟的耳石青蛙被毒死，这群送子鸟没东西吃，根本活不下去。稲にとっての害虫を殺す、農家の方々にとってそれがメリットだったんですけども、それを餌にしていたコウノトリ、コウノトリたちは農薬によって餌を失ってしまいます。そして死んだ餌っていうのをコウノトリ食べるんですね。死んだ餌もこう食べる。そうすると体の中にその有機水銀、水銀がですね、どん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 蓄積されていって、コウノトリ自身が繁殖能力を失い。农夫亲手扼杀了白冠鸟的生机，直到1986年，苏俄送来6只白冠之后，赋予工作才有了一线曙光。リリースされたコウノトリが、市内に用意された。人工巣っていうコウノトリの巣作りのためのこう巣、人工で作った巣があるんですけども、そこで繁殖を始めまして、順調に数が増えていきました。農家の方々が田んぼをですね、自分の田んぼをコウノトリの餌場として最初に提供していただいて、しかも今までっていうのはコウノトリが絶滅した一つの大きな原因が、自分たちが過去に行った農薬をまいて虫や草を田んぼから排除する。そうですね。コウノトリ育む農法っていうのは、無農薬栽培であったら化学肥料とか農薬は一切使ってないです。冬に田んぼに水を張るんです。それとあと田植え1ヶ月前からの早期淡水、あとこれが一番特徴になるんですけども、田植え後生き物の生息を確認してからの中干し、水を田んぼの水を落とすんですけど、まだオタマジャクシがいる状態で田んぼの水を落としてしまうと、オタマジャクシが死んでしまってカエルに帰ることがないので、コウノトリ育む農法っていうのはすごく生き物を大切にしている農法ですので、オタマジャクシに手や足が生えてカエルになりそうな頃に水を落とします。富裕与养田同时并进，把青蛙养回来了，被野放的白冠鸟也能回归原始的生物链，凤冈的水田终于再度种出了与自然共生的安心作物。哇，来到凤冈一定要吃它的凤冈米，而且这是保育的。 OK， 好，你的是这个是玉饭团，玉饭团它自己包的。啊哈，对，然后它的米就是凤冈米。配它的米粒，它的米粒看起来非常非常的绵密，跟台湾有点太一样，一颗一颗的，而且价格还挺高的哈。然后你点的这个是？这个是牛豆。牛豆哦，然后也是用他们的凤冈米，而且对，它这个是面，虽然不是米做的，可是呢也是用他们的这种保育农法，把它种了小麦，然后再做成面，所以也是蛮特殊的。还有这个。这什么做的啊？这个也是米做的蛋糕。哎，是的，
所以米的用途其实蛮多的，它也可以多样化各式各样的食品。开动咯，试试看。嗯，风缸米口感 Q 弹，果然是名不虚传。虽然比一般米贵上一倍，但入口就吃得出农民的用心。现在不只有175只白冠鸟重新自由翱翔在风缸的天空，一只白冠鸟的死亡更促成了这个农村的重生。在日本的直卖所直卖，农民直接把他的产品拿到这里来卖，对，对不对？没错。它的特色是，它的特色就是说哈，生产者自己生产东西，然后他们自己每天早上货运到这边来，自己贴标签，自己定价位，然后自己摆饰，自己摆饰。对 ，OK， 那这里有农民哈，我们来问一下，哎，欧吉桑，你在卖些什么？今天带番茄来。啊，你带多少量？今日どのくらいの量持ってきた？今日は50個、58、带58过来。OK， 那在这边的生意好不好？よく売れました。はい、毎日持ってきます。毎日。每天都会带来。啊哈，都卖得光吗？じゃ毎日売り切れました。売ります。每天都卖完。每天都卖完。OK， 所以做农生意还不错哎。哎，我们来看这个是农民，哎，它上面有名字嘞。对，它名字叫这个。汤口真理子，对，这是他自己定的价格，然后自己种的东西，他认为说他今天种这样子，大概这个价格消费者应该可以接受。所以这么多，这个是青椒嘛，哈，这么多才卖112，等于台币是40块还不到，40块还不到，对，因为如果说你在东京或者是说你在其他的超市买的话，价格应该会在大概是再加50%。所以这个对他们的农业发展有什么好处呢？他们的农业发展就是说哈，因为每个地方一定要有经济的循环，对，你没有经济的循环的话，就不会有创生。那这个经济循环就是先从当地的住民放弃的休耕地，或者是他们有个让他们百货的平台，让他们增加收入，整个地区就会丰润。那地区丰润的话，企业就会进来。来到风缸一定要买风缸包，因为现在这个很有名，尤其呢就是风缸包让整个城市活络起来的。哇，怎么这么神奇呢？进来逛逛看咯。哇，看起来也是很现代啊。这个呢还不错啊，背包背背看。是哈、哦、如何？还可以哈、哦、还不错。这一次我刚好没有带背包，其实蛮不方便，这样应该蛮不错的。这个还蛮现代的，这个也不错。它有三杯的功能，肩背，还可以手提。它里面还有一个可以打开，有点像这个帆布包，不过我还是比较喜欢白色的。这次其实还有很多，好像是这个，嘿，你看，还有一个小熊，哎，小熊背背包，很可爱吧？哇，这边就买这个好了，感觉还不错。其实呢，看起来非常的时尚，对不对？但风缸包是非常有历史的哦。那这个是用什么做的？这个？この柳とかね、それから糖は水に濡れてるうちはね、加工しやすいんですけども、乾いたら非常に硬くなる。そんな性格をね、非常に利用してカバー柳氷を作ってます。でこれもでも昭和の初期まだこんなんが、はい、作ってました。ところがここからずっと素材革命、これがファイバーね、ファイバーって言うんですけども、はい、これは紙を圧縮して紙で作ってます。バブルが弾ける頃には、
品なんていうんですかね、もう安売り合戦になってしまって、例えば、ね、中国やとか韓国に工場を建てたり、そんな形して逆輸入もしてたんですけども、結局安売り合戦になってしまって、もう自分の首を絞めていたと。その頃にはね、トヨタでメーカーさんが半分ぐらいに、はい、縮小してしまったんですけども、もうトヨタのほとんどが OEM の製品です。ただ OEM はその何ですか、相手先の企業の名前で、作るんで、全然トヨタのトの字も出てこない、一つも、ね、出てこないような感じです。で、何で言ったかなと、もう一つはね、その収入がやっぱり OEM っていうのは非常に薄い。原本专接 OEM 代工订单的凤钢包濒临灭绝危机，在地二十多家单打独斗的工厂为了突围求生改打集体战，现在从设计生产到行销，以职人精神共创社区品牌。これはバッグの底。このくらい。入学してから基本的には型紙から縫製を勉強していくので、これぐらい。4月から以前から革の製品が好きで、カバンを購入する際に素敵なカバンを見て私も作りたいと思ったのがきっかけです。想创业的年轻人在这里一点一点手做出属于自己的未来，凤钢成为箱包生产的梦工厂。在凤钢街上到处都可以看到包包的造型，像是这个，哇，这是投币机哦，可以买饮料，可是它也是卡棒的造型。旁边这个，哇，这个卖什么呢？哇，这个是卖包包的投币机耶，来选一个好了。结合在地创生元素，翻转重生。这个人口不到80,000人的小镇，现在是全日本最大的箱包生产地。改变的力量实在很惊人。仲夏夜的花火美得让人目不暇接，这样的夜晚有什么比换上浴衣泡个温泉更享受的呢？而凤钢正好有个名气响当当的澄清温泉，还等什么呢？赶快跟我来。凤钢真的是越夜越美丽，除了可以看灿烂的花火之外，还可以泡温泉。澄清温泉是日本温泉百名榜的第10名。很特别的是，这边凭着这一张通行证，你哪一家的温泉馆都可以去哦。那我们现在就先来泡这一家咯，走。在温泉街上穿着浴衣木屐逛大街，真的完全不用害羞耶，大家都跟我一样，一家泡完又一家。哇，连泡了4家温泉之后，我又发现凤钢的另一种 style 就是全身放松，通体舒畅。一张通行证可以温泉泡到饱，温泉业者的合纵连横看似瓜分了商机，但把饼做大之后带进满满客源，观光创生，大家都赚得到钱。丰岛的 style 就是艺术，而艺术就在常民生活里，像是这一栋老屋呢，本身也是艺术品，而且现在已经改建成餐厅，还非常的有名，因为它使用的是在地食材，尤其呢它请来东京的5星级厨师来教这里的岛妈妈们做菜，所以你看很有特色，就吸引了这么多人在排队进来瞧瞧咯。
连车带人一起登船，下一站我们要去的是濑户内海的离岛丰岛。我们看到很多的车子都已经上船喽，因为我们准备要去离岛。目前这个位置呢已经是船舱了。今天呢我们看到很多乡镇市他们在做地方创生，那么都已经非常非常努力了。那么偏乡中的偏乡，也就是离岛，要做创生会不会推行的非常的困难呢？接下来就要带大家去瞧一瞧喽。那我们先上甲板去。迎面而来的海风伴随海上美丽的景致，心情也跟着放松了不少，但眼前却突然出现这一大片光秃秃的山头，明显遭到滥砍滥伐。丰岛曾经被誉为丰饶之岛，却在1975年被不肖业者相中，变成专倒有害废弃物的垃圾岛。ここはね、もともとは町道でね、2メーター幅しかなかったわけですよね。だそれを業者が自分のダンプトラックとか、それからトレーラーとかですね、それからタンクローリーなんかをそのここを通すために勝手に自分のブルドーザー使って勝手に広げていった。这里就是丰岛被恶意倾倒有毒事业废弃物的地方，紧邻着濑户内海，总共28公顷。不肖厂商先把宝贵的资源给挖走，包括白沙拿去做玻璃，山上的矿石拿去做汽车引擎的材料，但运进来的确实会产生带奥辛的物质，导致1990年爆发了日本史上最严重的重金属污染事件。これがあの産業廃棄物、持ち込まれた産業廃棄物の剥ぎ取った壁面ですね。これは車の中の線でしょうね。タイヤみたいなもんですね、これ。当然あのこの中にですね、燃やした結果、低温で850度ぐらいで燃やしたわけですけれども、ダイオキシンが発生した。60吨的工业废弃物渗入了土地与海洋，丰岛生产的食物甚至遭到店家拒卖，岛上1000多个居民怒了，耗尽积蓄怒告香川县政府包庇业者，坚持要讨回公道。私豊島で生まれて豊島で育ったんですが、途中豊島出た。1975年の春に私は帰ってきた。それと同時にこの事件が起こった。こちらにあるのがですね、この我々と一緒に戦った、豊島の住民です、ここまでが549人、人数が少ないじゃないかと言われ思うと思いますが、豊島は家ですね、家で付き合いをするっていうのは家族で付き合いをする。だからその家族の代表が名前を書いて犯行をしたと。だからそういうことになっているんです。549名のうちですね、毎年私はその前の年に亡くなった人っていうのを調べて、8月15日っていうのはお盆ですよ。お盆の時にそのこの喪章をつけに来る、毎年来る。そういう天黑黑で、そして過世で、過世で。为了故乡这片土地，抗争了44年的安喜正三说起当年一起奋战的同志，眼眶泛泪。直到2000年，日本政府终于认错，出资50亿日元善后，这个垃圾岛的创生悲怨从此翻转。进来一间小民宿、小咖啡馆，也能够遇见台湾旅客耶。哦，
哇，一个人吗？对，一个人。哦，你是？我是国中的英文老师。为什么特别选这种行程？因为我自己本身很喜欢小岛，然后现在又是因为艺术季，然后想要再来看看以前没有看到的作品。丰岛的 style 就是艺术，而艺术就在长明生活里。像是这一栋老屋呢，本身也是艺术品，而且现在已经改建成餐厅，还非常的有名，因为它使用的是在地食材。尤其呢，它请来东京的五星级厨师来教这里的岛妈妈们做菜，所以你看很有特色，就吸引了这么多人在排队进来瞧瞧喽。こちらはあのキッチンのお母さんとあの丸の内ホテルのシェフとコラボレーションして作ったキーマカレーになりますのでぜひ食べてみてください。 OK, I try. はい、海岛妈妈的味道。おいしい。スパイシーなんですけど、でもあのすごく人気で、カレー暑い時にはカレーの方がよく出るぐらい結構人気です。原来吃到新鲜食材是会让人忍不住嘴角上扬的。这家丰岛赫赫有名的岛厨房，在柜台忙进忙出的都是小岛上的婆婆妈妈，他们料理的都是自己亲手种的在地农作。哎。我好像听到有个年轻店员会说中文哎。台南艺术大学。台南艺术大学。网络上看到，三年一次来台南艺术节。我们会不会分派到不同的岛去帮不同的作品售票或者是援助这样？连台湾的艺术系学生都来朝圣，蜕变重生后的乐色岛绽放出属于自己的艺术风华。过去的历史依然是丰岛人共同的伤口。但也教会他们更珍惜自己的家园。有酱油做的冰淇淋哎，酱油冰淇淋不是应该甜甜的吗？酱油不是咸咸的吗？这样吃起来会怎样呢？那在这边不能在店内吃，只能到户外晒太阳吃。我们来户外吃一下看。嗯，我最喜欢吃。姜生丁，它感觉就是有这种感觉，酸酸不是咸咸甜甜的姜生丁的感觉的冰淇淋，太赞了。朋友，我现在来到了濑户内海最大的岛小豆岛，这里盛产什么呢？是酱油。光是在明治期间就有多达400多家的酱油工厂，而即使在现代也有22家的木桶酿造酱油。而像是这一家的天然酿造仓，它就已经有112年的历史，已经被日本政府列为有形文化财。那么在这里头呢，正在用密闭的天然的木桶酿造方法正在酿酱油，所以呢，我们不能够进去，只能够透过这个窗户，用这样子的方法来看。曲菌包子混合大豆与小麦，在密不透风的曲室里，历经长时间的培养酿造。初期发酵的前3天更得精准调节温湿度，这是小豆岛生产的日本传统酱油香醇甘甜的独家秘方。这个就是实际那个在酿造酱油的时候的木桶。哇，これはあのもろみを入れる袋ですね。ここにもろみを入れて、で、まあこう重ねていくんですね。でこれで板を当てて、押して、まあ、お醤油が出てくる。はい、こちらが天然醸造蔵に、まあ、使っているものと同じ、まあ、木桶になっています。
昔これ実際に使ってたんですね。就是这样子打空气进去，搅拌，这么大的桶，这个直径多宽呐？二メートルはまあありますね。はい。まあ。うちのお醤油は麹菌っていうのがうち独自の麹菌を使っておりまして、それを創業以来ずっと継承して使っておりますので、それがまあうち独自の味になっているということになっております。小豆島は瀬戸内式気候っていうそういう気候になっておりまして、温暖な気候でありますので、それがお醤油に適していると昔から言われております。金額でそうですね、すべてでいきますと、58億ぐらいの金額になります。小豆島の雇用っていうんですかね、働く人もたくさん小豆島でいますけども、小豆島人が働く場所、そういったところと、あとは醤油を作っていく中で、やはり小豆島のお醤油組合あるんですけども、そこと一緒に共同で、お醤油に関しましては発展に貢献しているかなというふうには思っております。整个小豆岛人口才大约2800人，光这家百年酱油厂就雇用了116人。看似朴素无华的百年酱油厂，不止创造岛上就业机会，更抢占了全日本木桶酿造酱油三分之一的市场。哇，这边的产品种类真的好多，像是这个呢就是生鱼片专用的酱油，还有这个我们看到呢，这个是牡蛎口味的酱油，哇，这好特别哦。那么另外呢，这个是特选文大豆，哇，这个呢就是密封更久，就是酿造时间更久的豆子，用的更好的酱油，这是他们的特色。还有呢，夏天很热呢，这个是有柑橘口味的酱料，可以做凉拌。当然天气，哇，天气真的好热好热好热，有酱油做的冰淇淋，酱油冰淇淋不是应该甜甜的吗？酱油不是咸咸的吗？这样吃起来会怎样呢？那在这边不能在店内吃，只能到户外晒太阳吃，我们来户外吃一下看。我最喜欢吃姜生丁，它感觉就是有这种感觉。酸酸不是咸咸甜甜的姜生丁的感觉的冰淇淋，太赞了。而且全日本产量最多的地方就在这里小豆岛，别以为这么一颗小小的橄榄，其实它可以做成100多种的产品，而且食衣住行什么都有。これはオリーブの葉っぱと柑橘の皮をで作った入浴剤。哇，效果是什么呢？効果は効果すべしです。又是保湿，哇，OK， 所以难怪你的皮肤特别好啊。啊呀呀呀呀！还有吃的对不对？これはチョコレート、オリーブチョコレート。オリーブオイルが練り込まれたね。橄榄油巧克力。でまたオリーブの形、日本には初めて渡ってきたオリーブの形。哇，就是像橄榄圆形的巧克力，中间是巧克力，然后外面就好像多了比较绵密的糖果一样，很特别 ，special。质地温纯的小豆岛橄榄护手霜，抹在手上就闻得到一股自然清甜的淡香。1908年，日本的农商务省从美国引进了第一棵橄榄树苗，从此也开始了锦上加的橄榄树传奇。
一番最初はね、もう本当に畑のすぐ下にある家小さな家から、あのね、いつ頃からっていうね、それで僕はあの農業を継ぐのが嫌で都会に出て行ったんですよ。そこで、みかんが非常にこう安く売られてる、この自分のふるさとのみかんが、それで、僕はその時に感じたのが、その、農家が、我々農家が作ったみかんを売ることを人にお任せするもんだから、実は売るところに利益がたくさんあるんですよ。売るところに、1年間作る農家にはあまり利益がなくって、売るところにしっかりと利益が取れるっていう仕組みが見えて、僕はこれから農業は自分で売る術を持たねばならぬっていうふうに、その都会の時代に思ったんですね。不忍经营两代的家业被剥削，当年26岁的井上智博决定返乡，在他曾经最讨厌的务农工作当中杀出血路。そこでラッキーなことに、このオリーブまたオリーブオイルが日本中に、そのね、実用性が、ブームが来たんですよ。ブームが、そこが重なって、それで通信販売で、最初280人のお客様が今や170万人に膨れ上がっていったんですよ。まあ、だからその途上で商品をいろいろこう新しくね作ったりとか、小豆島もどんどん人口が、若い子たちがどんどん流出してるんですよね。でも、ぜひこのふるさと小豆島にね、もっともっとみんなが帰ってくる土壌を作りたい。オリーブオイルで舐めした皮で作った。橄榄油也可以加在这个包包上，为什么？用橄榄油保湿。哦，橄榄油更有良心，是吧？而且保湿之后，皮的质感会更软更好。地中海盛产的橄榄种植到小豆岛，现在在地自产的橄榄做成了上百种品项，销量更位居全日本之冠。而这片靠着传产创生打造出来的小岛美景，更成为魔女宅急便真人版电影取景的地点。就有生机。日益老化的日本偏乡，透过创生重新找到永续发展的契机。而台湾即将在2026年也要迈入超高龄社会。今日日本，明日台湾，我们是否也就有创生的力量，为偏乡人口流失的问题找到解方？接近日本，或许可以找到答案。今天非常感谢您的收看，我是陈雅玲，我们再会。